ルトロンシェは、フランス、ブルターニュ地域圏、イルイコールエイコールビレ圏のコミューン。サンマロから25キロメートル離れている。地名は1140年にエケレジアでトランチド、1177年にはエケレジアでトランチェトと記されたことが証明されている。ルトロンシェは、小さな森を意味するプティトランクから派生した。ルトロンシェは、歴史的に大修道院を中心に構築されてきた。 11世紀終わりから森の中には祈りの場所があり、よそへ移動中の宗教者によって患っていたハンセン病が奇跡的に治癒したという豪邸が暮らしていた。この地で宗教的な共同体が形成されていった。1140年に教会が、1150年には招集動員が設立された。ルトロンシェの地は、 コンブール小集動員との依存関係からドルイコールドブルターニュのセネシャルであるアランによりトゥールのマルモティエ大衆動員に与えられた。この建物は1170年にサンブノワ修道会の修道士たちによって大衆動員として建てられた。初代委員長はラウルである。1278年イングランド王エドワード一世がルトロンシェ大衆動員に大使使を開く権利を与えた。 高度な領主裁判権の証である、レ・フル・シュパティブレールが修道院の周りで発展した、ルトロンシェの村に置かれた。1478年、ルトロンシェ大修道院長、フランソワ・ド・ボーシェヌは、指輪やミドラ、その他天礼用装飾品を着用する権利を得た。その後、大修道院は危機に陥り、18世紀にサンモール修道会によって改革され、 近くの丘の上に再建された。ルトロンシェ住民は、実際に、修道院再建のためドルイコールドブルターニュ司教と、共に結集している。アンシャンレジーム時代、ルトロンシェの礼拝堂は、プレルゲール教区に依存しのオトルダムの名のもとにあった。ルトロンシェの村は、フランス革命時代にプレルゲールのコミューンに、併合されたが、1826年4月16日に、教区となった。 一世紀にわたる法的闘争の後、1953年6月5日、ルトロンシェはコミューンとなった。したがって、人里離れた場所に祈りの場が建設されてから800年後、1679年に再建された修道院の名が新しいコミューン、ルトロンシェの名となった。かつての修道院は現在、レストラン付きホテルとなっている。 2016年時点のコミューンの人口は1154人で2011年当時の人口より6.36%増加した参照元1962年から1999年までは複数コミューンに住所登録をするものの重複分を除いたものそれ以降は当該コミューンの人口統計によるもの1999年までイヘス・カジニー 2006年以降 i NSEE ありがとうございます。